ヤフコのシェルフード、まずお支払い方法を選択してください。お金を投入してください、クレジットカードを通してください。このどっちかですね。それで最後、よろしければレシートまたは領収書ボタンを押してください。これでいいですね。クレジットカードここどうしよう、はい、ごめんなさいね、何でもないです。お金ここですね。ここにお金を入れる。まずお金ですね。お金はここなんで、はい、まだ残高が337円、はい、これはじゃあ札で切りましょう、はい、これでいい、これで OK、 これでいいですよね、はい、大丈夫ですね。でレシートボタン押してください。あとでこれでいいんですか、はい、ちょっと初めてもんですから、すいません、お釣りこちらから出ますので、はい、お釣り出ましたらここからレシート出ます。あ、これ、はい、お釣りとでレシート、はい、それで OK ですね。終わりました。